はい、皆さんどうもこんにちは。こんにちは。はい、今日は、矯正のケースですね。矯正のケースで言っちゃったらいいですけども、この患者さん、右下のこの銀歯ありますね。で、来られた理由としては、この銀歯がなんか症状があると、痛いと。でよく見るとこんな感じでですね、この猫背にこうニキビみたいなのありますよね。これね、こういうのあると猫先が膿んでたりとか、このかぶせが入っている猫が割れてたりね、そういうことがあるんです。結構こういう歯は神経ないことが多いですね。でそれで調べていくと、こんな感じでやっぱり神経がなくて、で根っこの周りが黒くなってます。これよくよく調べたらね、やっぱり割れてるんですね、根っこがね。っていうことは、この歯はもう抜歯っていう診断になるんですね。で抜歯した場合の治療方法としていろいろありますが、一般的にはこの歯を抜いて抜歯して、そこにインプラントを入れるっていうのが一つ、それともう一つは、前と後ろの歯ありますよね。それを削って、つながった3つつながった歯ブリッジですね、を入れるとかいう方法があります。ですけどこの患者さんで問題は、問題っていうか、この歯を抜いて何がいいかっていうと、他の歯が全部神経あるんですね。やっぱり神経がない歯ってすごくなんかやっぱり将来的にトラブルでこれに割れてきたりとか、なんかいろんな問題を起こすんですね。で神経がない歯ってやっぱ強いですから、理想的にはやっぱり全部神経のある歯で、終われたらいいなと思います。それとよく見るとやっぱり歯並びの問題ちょっとありますよね。ちょっとガタガタしてて歯ブラシがしにくそうっていうので、抜いてインプラントとかブリッジっていう以外に、抜いて矯正っていう方法もありますよということでお話しさせていただきました。それで、今日いろんな検査ね、矯正の検査とかもして、矯正しても普通にできるというふうになりましたの で、でこの患者さんは、矯正をすることになりました。時間はかかりますけどね、さっき言ったように全部神経のある歯にしたいということを目的にやってきました。でもこんな感じでね、ワイヤーつけてね、頑張っていただきましたね。今だったらマウスピースでもできますけどね。はい、でこんな感じで、仕上がりましたね。綺麗に仕上がったと思います。で下の歯がこんな感じでね、全部綺麗に並んでね、いいと思います、で銀歯もなくなりましたからね、そのね、見た目もいいですよね。それと海も完全になくなってます。歯を抜いてますからね。で患者さんもいいと思いますね。でこんな感じで、アーチも整いましたから、歯ブラシもしやすい環境になりましたよね。何かといい状態になったと思いますね。今までだったら抜いてそこにインプラントとかっていう選択肢しかなかったですけれども、抜いて矯正してね、スペースを詰めるっていうね、治療方法もあると。一石二鳥って感じですか。そう、一石二鳥ですよね。三鳥。もう本当にすごく効果のあるというか、意味のある治療だったというふうに思いますし、この状態だったら長持ちしますよね。っていうところになります。なんか弱点がなくなったっていうような治療ですね。そうですね。はい。これからのね、歯磨きとかお手入れもしやすいですね。ね、おそらく。一生持つんじゃないかなと思っております。今日は以上です。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。